ありえる。240、43本OPS。797阿部俊樹。262、2本OPS。750中日がこいつらを追い出した理由。ガチで謎。戦う顔してない。中日なら4番だろこいつら。ありえる打率に対してオプスすごいな。敬遠されまくってるからな今シーズン280打席たってすでに13個や。宇佐美のキャッチャー我慢できてありえるのキャッチャー我慢できない謎。立浪と新庄どっちがいいかって話よ。周平セカンドの方がストーリーがあるよね。阿部の成績ひどかったのにいつの間にか例年通りの成績になっててくさ。立浪に嫌われたから。ありえるいい選手よな選球眼がいいし。外人キャッチャーなんてタッツの倫理観に合わなかったんやろ。涌井の移籍初年度のジンクスにかけてただけだからでも中日の8月はシーズン終了してるからこのジジイどもがいても意味ないじゃんそれなら若手使って勝った方がマシだよジジイには未来ない代わりに取ったのが守備難の星というねでも阿部のポジションサードだからいらないじゃんセカンド守れるやん阿部1割台だったのに急に上がってきてくさトレード当てたの斉藤くらいやなこれで宇佐美を取るって大事だよね選手のために泣く泣く手放しただけやぞアリエルには逃げられた定期亡命されたり逃げられたりが起きるってことは助っ人環境悪いのか立浪が阿部を放出した理由がサードは3人もいらないやからな阿部の成績盛りすぎやろってスポナビ見たらマジでびっくりした阿部もアリエルも恩師立浪の下でキャリア最多出場を果たしたのになぜ打つ方はなんとかしますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします